1660年、ニューアムステルダムと呼ばれていた頃のニューヨーク、マンハッタンの地図、カステッド・プラン。アムステルダム砦では、島の先端近くに位置する大きな方形の構造物。ホートアムステルダム、アムステルダム砦リは、1625年からアメリカ独立戦争後に解体される1790年まで、オランダやイギリスによる、 植民地行政の拠点であったマンハッタン島南端部の砦で、フォートアムステルダムとして建設された後、フォートジェームズ、フォートウィリアムヘンドリック、再びフォートジェームズ、フォートウィリアムヘンリー、フォートアン、フォートジョージと呼称は変更された。アメリカ独立戦争時のロングアイランドの戦いでは、この砦とイギリス軍側のガバナーズ島の砲座との間で砲火が交えられるなど、 幾多の戦闘の結果、砦出の支配者は8回交代した。この砦出の建設は、ニューヨーク市の文章に記された、ニューヨークの公式創設年の根拠となっている。1683年10月には、ニューヨークの自治体の最初の集まりにあたる会合が、この砦出で開催された。砦出の放題があった一帯は、現在は、 バッテリーパークと呼ばれる公園となっている。取出の跡地にはアレクサンダー・ハミルトン合衆国税館が建っており、現在は国立アメリカインディアン博物館の一部であるジョージ・グスタフ兵センターがこの建物に入っている。フォート・アムステルダムの図。1901年の書物の総画。 1660年のマンハッタンの地図、カステッドプランに基づいて1916年に作成された長官図。左手に砦が描かれている。現在、アレクサンダー・ハミルトンが集国税官が立っている砦の敷地は、現在のバッテリーパークの場所が埋め立てられるまでは海岸線に臨んでいた。この鳥はニューアムステルダム入植地の中核となっており、 ハドソン川流域のオランダ領ニューネーデルランと植民地をイングランドやフランスの攻撃から守る使命を持っていた。1620年頃、オランダ東インド会社はイングランド人建築家イニゴー・ジョーンズに港湾を守る要塞の設計を移植した。ジョーンズは石と石灰岩で築き、堀に囲まれ、大砲で守られた星型の要塞の平面図を添えて、 変身の書簡を送った。ジョーンズは同社に急ぐあまりに木製の砦を建設することは良くないと助言した。砦の建設は1625年に着手されたが指揮を取ったのはニューネーデルラント植民地の二代目の指導者ウィレム・ベアハルストとその下で働いていた主任義式ライン・フレデリックスであった。この年の年末までにフレデリックは 敷地の調査を終えた。フレデリックは1626年11月に本国へ帰国した。当時のマンハッタンは入植はほとんど進んでおらず、オランダ西インド会社の活動の大部分はビーバーの毛皮の交易を目的としてハドソン川を遡った地域で展開されていた。ジョーンズの所管における要請にもかかわらず、砦の完成を急ぐ必要から、 石造りの要塞という計画は放棄された。その主な要因としては、などが挙げられる。1664年のマンハッタンの地図。砦は右の方に描かれている。1664年8月27日、やがて第二次エ乱ラン戦争へと拡大していくことになる小ゼリアユの中で、オランダ勢は放火を交えることなく、砦とマンハッタンを放棄した。 砦は当時のイングランド王ジェームズ一世を称えて、フォートジェームズと改称された。この時、ニューアムステルダムはニューヨークと改称されたが、これはジェームズ王が持つ称号の一つであるヨーク公爵位にちなむものであった。1673年8月、オランダは21隻の艦隊を送り込み、 マンハッタンを再度占拠した。鳥では、当時のオランダ総督オラニエ公爵ウィレムを称えて、フォート・ウィレム・ヘンドリックと解消された。この時、ニューヨークは、ニューオラニエと解消された。オランダ勢による攻勢は、第三次英乱戦争の一環であった。1674年、ウェストミンスター条約によって、この戦争はし、 トリデとニューオラニエは、イギリス側に返還され、オランダは、現在のスリナムを獲得した。イギリスは、この地域を再度、ニューヨークと名付け、トリデの名もフォート・ジェームズに戻した。この間、1683年10月には、ニューヨーク総督であった第二代、リメリック伯爵、トマス・ドンガンが、ニューヨーク最初の議会をトリデにおいて開催した。ドンガンはまた、 砦の南側に最初の大砲の砲台を設けた。1689年、ドイツ生まれの植民者、ジェイコブ・ライスラーが、いわゆるライスラーの反乱によって、砦を占拠し、民衆の直接代表による統治を行った。一説によれば、富を貧者に分配する動きも見せたとされる。港から見たフォートジョージ。 1730年代の版画ライスラーの支配は1691年にイングランド国王ウィリアム3世が軍隊を送ったことで終わりを告げた。砦では国王がかつてオランダ総督だった頃にオランダ5名ウィレムにちなんで名が付けられたことがあった。その後名誉革命によってイングランド王ジェームズ2世が追い落とされウィリアム3世は イングランド国王となっていた。砦の名は、今度は、英語で、フォート・ウィリアム・ヘンリーと解消された。砦の名は、その後のイギリスの君主の代替わりによって、解消を重ね、アン・ジョ王にちなんで、フォート・アンとなった後は、ジョージ・ショーにちなんで、フォート・ジョージと呼ばれた。1756年には、新たに92門の大砲が、砲台に追加された。 1765年因子法が引き金となったアメリカ大陸の植民者たちの反乱において、この砦は格好の標的となり、広大の大砲は破壊された。アメリカ独立戦争においては、植民者たちがイギリス帝国からの離脱を宣言したアメリカ独立宣言より前に、ジョージ・ワシントンに引きられた植民地軍が1775年に砦を奪取した。 ロングアイランドの戦いの前、1776年7月には、砦の大砲が、イギリス側のフリゲートと砲火を交えた、9月2日から9月14日に、かけて、砦とガバナーズ島のイギリス側の大砲との間で砲火が、交えられた。9月になると、イギリス側は、砦とローアーマンハッタンを奪取し、戦時中ずった、この砦からニューヨークを支配していた。 1783年11月25日撤退の日にアメリカ植民地軍はマンハッタンの砦を脱出した。1790年には砦は解体され、跡地には大統領官邸として使用することを意図してガバメントハウスが建設された。しかし、1798年には新たな要塞の必要が明らかになり、 大砲は一時的に要塞化されたバッテリーに移設された。結局、新たな要塞として、キャッスル・クリントンが米英戦争の直前に建設されることとなった。ありがとうございます。